今回、行き倒れ寸前になってしまった優斗たち。彼らを救ったのは小さな村に住んでいる親子だった。しかしその親子には拭いされない過去があったことを知った優斗たち。一方、非情なオークに父親を殺されたベンは復讐に心を燃やすが。最後に父ちゃんを殺したら、奴らは笑いながらどこかに行ってしまったわ。それから毎年この時期になると、奴らがどこからかやってきていろいろなものを献上することになってるの。少しでも献上品が足らなかったり反抗しようものなら私たちの命は今度こそ。って、ついつい話しちゃったけど暗い感じになっちゃったわね。ごめんなさい。許せない。絶対に許せない。言うと、村正さん、力を貸してちょうだい。私たちでそのオークたちを退治しよう。ああ。せやな。一宿一飯の運だ。おばさん、俺たちでそのオークたちを。ダメよ。あなたたちの気持ちは嬉しいけどそれはダメ。私たちはこれでいいのよ。生きてるだけで幸せ。そんなの本当の幸せじゃないです。私の知ってる幸せっていうのは。私の知ってる幸せっていうのは生きてるだけじゃダメなんです。笑ってお話しできない幸せは幸せじゃないんです。ルーナちゃん。心配してくれてありがとう。でも本当に大丈夫よ。私たちのことであなたたちに何かあったらその方が辛いわ。おばさま。ジョーちゃん、おばちゃんの気持ちも分かってやろうや。うん。さて、あなたたちは空いてる部屋があるから好きに使ってちょうだいね。私はお片付けしてくるわ。ゆうと。あ、ごめん。なんでもない。じゃあ行くか。さすがに男女で同じ部屋はまずいだろ。俺こっちにするからそっち使いなよ。うん。ねえ、ゆうと。本当にこれでいいのかな？おばさんにも関わるなって言われただろ。それにこれ以上部外者の俺たちが関わったら、余計におばさんたちに迷惑がかかるかもしれないしな。でも、そっか。そうだよね。ごめんね、変なこと聞いて。じゃ、また明日ね。あいつ。父ちゃん、おいらに力を貸してくれ。何やってんだ。うわ、と。急になんすか、あんた。いや、お前がここにいるのが見えたから少し話でもしようかと思ってな。これは修行っす。魔力がうまく使えないおいらでも体を鍛えることだけはできるっす。でもきっとダメっす。いくら体を鍛えても多くの馬鹿力には勝てないし、父ちゃんならきっとなんとかできるんだろうけど、おいらには。聞いたよ、お父さんの話。お前の父さんってすごい人だったんだな。父ちゃんは一流の戦士だったっす。でも、おいらは違うっす。一番大切な人を悪い奴の手から守ってあげる力すらない。そんなおいらの弱さのせいで父ちゃんは死んだんだ。そのせいで母ちゃんにも悲しい思いをさせちまった。おいらが、全部オイラが悪いんす。オイラが弱いから、大事なものを何一つ守れない。強くなりたい。大切な人をみんな守れるくらい強くなりたい。もう誰にも悲しい思いをしてほしくないっす。お前は弱くなんてないさ。え？誰かを守りたいって思って努力してる奴に弱い奴はいないさ。俺はお前の努力を無駄なんて思わない。俺も同じさ。もっと強くなりたい。大事な人を守れる強さが欲しいっていつも思ってる。あんたも守りたい人がいるんすか？ああ、たくさんいる。俺が強くなることでみんなを守れるならどんな辛い修行だってやるさ。よっと。俺も一緒に頑張るからお前も諦めずに頑張ろうぜ。ベンス。ん？オイラの名前っす。そっか、俺はユート。一緒に強くなろうな、ベン。へへ、ユートには負けないっすよ。ごめんね、ユート。また明日なんて言ったけどこれでさよならかもしれない。それでもみんなを見捨てるなんて私にはできない。こんな夜中にどこ行くんだ。ユート、どうして？
ジョーちゃんはわかりやすいからな。何考えてるかすぐにお見通しや。村正さん。ごめん、私どうしてもおば様たちを見捨てることができない。でも優斗たちにも迷惑をかけたくないの。だから私一人で。俺は迷惑なんて思ってないさ。おばさんたちを助けたいのも一緒だしな。それに君のその気持ちは間違ってないと思う。人のことを思いやれる気持ちはきっと正しい。だから、ルーナはみんなを全力で助けろ。俺はそんなルーナを助ける。ありがとう。ちょっと待つっす。話は聞かせてもらったっす。おいらも行くっす。えん。ここで行かなきゃきっといつまで経ってもおいらは変われないっす。頼むっす。わかった、一緒に行こう。